まあ、金曜日なので、ちょっと最近なんかイレギュラーで喋りたいことがいろいろありすぎて、金曜日に定期的に喋ったりしてなかったりもするんですけど、まあ、ちょっと今、もう金曜日も日付回って、土曜日の深夜1時に近いんですけど、まあ、なんとなく喋っとこうかなと思って、喋り始めたところです。で、今週は、昨日、7日の木曜日に、ちょっと休んでて別に具合が悪くて休んだわけじゃなくて、まあ、休んで、まあ、天気がね、昨日は良かったので、まあ、買い物しながら散歩しようかなと思って、秋葉原から上野まで歩きました。ちょっとわかる人にしかわかんないか。山手線で言うと秋葉原の駅があって、その隣に御徒町って駅があって、で、もう一個隣が上野って駅なんですね。で、まあ、そんなになんかまっすぐ歩いたら30分ぐらいで歩けるのかな。ただまあ、もちろん買い物とかしながらなんで、まあ、秋葉原で、行きたかった、ゲームの期間限定のショップが、開催、営業してたんで、そこに行って、で、その後電気街で、ちょっと欲しかった、SD カード、スマホ用のカードとか買ったりとか、あと、まあまあ、気になるお店をちょっとプラプラ歩いて、で、上野に行って、仕事用のシャツを買って、あと、ウォーキングシューズを買いました。いや、まあ別に、今持ってるのも、ちょっと革靴っぽいウォーキングシューズなんで、まあそれでもいいんですけど、なんか結構例えば、なんだろう、コミケとか、あとそういう結構大きいイベントで一日歩くとか、あと今日みたいにその、まあ散歩がてらいろんなとこ歩くとかっていうことを考えると、やっぱり、ちょっと久しぶりに新しい靴買った方がいいかなっていうのと、まああとは単純になんか最近ちょっといろんなものを買いたい欲があるんですよね。これは多分ストレスのせいだと思うんですけど、まあ物が買いたいなっていう感じで、買ってきたって感じです。だから結構昨日は、割と充実はしてましたけどね。で、あとは、最近は特筆すべきことは、糖質制限をし始めてて、っていうのも、人間ドックを受けたら、あんまりその、糖代謝、血糖値か。血糖値の数字がよくありませんとか、あとか、肝臓の機能があんまりよくありませんとかってあって、なんかその辺を結局、まあ、かかりつけのお医者さんがいるので、相談したら、まあ、多分体重がやっぱり多いねっていう話になって、まあ、体重をなるべく減らす。で、特に血糖値が高いので血糖値を減らす。例えば他の、なんだろう、例えば他に、例えば、なんだろう、高脂血症とかね、その辺は特に数値はあんまり悪くはないので、だからよく肉とか卵とかはとりあえず食べてもいいから、その炭水化物、ご飯を朝昼晩のどっかでそのご飯とか炭水化物を抜いてみるとかをやろうって話になって今やってるんですけど、自分でそんななんか大変じゃないかなと思ってはいるんですけど、気持ち的にはね、なんか体力的に、なんかちょっとやっぱ体力がちょっと下がってるかもなっていう気はしてます。ちょっと今極端に食事の量を一回減らしてみて大丈夫かどうかっていうのを自分の中では試してるので、まあ、それで一旦下がった状態で安定させて、下がった状態でっていう、だから体重を落とすときって一気にガーッと落とすと反動が来てまた上がっちゃうから、階段状に落とすっていうんですよね。なんかその、一回落として、ちょっと落として、その状態キープして、その状態に体が慣れたところで、また落とすみたいなことで、徐々に落としていくのがいいって話は聞いたことがあるとか。昔割とね、何回かね、そういう減量とかの本、それもなんか変なものじゃなくて、変なものっていうか、なんだっけ、そういうなんかこれを食べれば必ず痩せるみたいな、あれはちょっとそういうものじゃなくて、ちゃんとそのお医者さんがこうした方がいいとかね。あと、まあ、そういうものを本を読んだりしたんですよ。昔なんだっけな、今、千曲文庫とかにまだあるのかな、サーロインステーキ症候群っていう、お医者さんが書いた、本がありましたけど、なんだっけ、解説するパートとね、なんか物語みたいになってるパートがある本で、これ誰だっけな、大学生の頃に、なんか、誰かに勧められたんだよな、多分その、なんか講座をしていた、講師の人かなんかが取り上げたんだと思うんですけど、まあ、そんなの読んだりもしたことがあって、割とね、私体重がね、なんか結構20歳過ぎても上がったり下がったりしてたんですよ。だって大学生になった時って105キロとかあったんですよね。で、それはもう完全に、だから受験勉強として、ほとんど運動しない。で、夜食みたいなものを食べるみたいなことしてたから、そこまで数字がいって、で、その時は半年ぐらいで15キロ痩せて90キロぐらいまでだったのかな。っていう経験はあります。で、その後も20代の頃に一時期80キロぐらいまで落としたんだよな。そう。で、80キロぐらいまで落ちたんだけど、その後また上がってて、今90キロちょっと超えるぐらいまで来てるので、なんか結構変動が激しいんですけど、だから、まあ、体重を落として、まあ、あとはその数値を見るみたいな感じでね。だそれでか、あの、体の具合が良くなれば、良くなればっていうか、その数値的なところも良くなれば問題ないし、そんでもなんか、やっぱり数値的には悪いってなると、今度は多分、薬を処方してもらうとか、なってくるかなと思うので、まあちょっと、そんな感じで今、体重を、抑えるために、抑えるか下げるためにカロリーとか、あと特に糖質を制限したりしてますっていうようなのが、
最近の中で出来事。すごい。年を取ると健康の話をするようになるって本当にそうだと思いますね。年取るとね、本当にそうなる。20代の頃とか、別に病気の話とかあんまり考えたことなかったからね。まあそんな感じです。で、明日、明後日は、特段どこかに出かけるということではなくて、でも明日は、病院ですね。まあ病院ばっかり行ってるんですけど、まあ明日は、定期的に行ってるところで、まあ別に病院って言ってもなんか、私なんか、まあ確かに体調悪くて、とか、先月の頭にコロナにかかったりしたけど、別になんか年がら年中具合が悪いわけじゃなくて、基本的に行ってるのは定期的な検診ですね。だから明日はちょっと眼科に今は半年に1回ぐらいでも、3ヶ月、4ヶ月なんかぐらいでいいよって言われてるんで、それぐらいでいいって言うんですけど、ちょっとね、去年、一昨年ぐらいか、なんか目の具合がちょっと悪かったんですよね。目の血管の方が悪かったんで、ちょっと見てもらいながら薬飲みながら、でもそれは、生活習慣を直したら治っていったっていう状況だったんですけど、まあまあ、数ヶ月に1回、前はね、1ヶ月に1回来たんですけど、まあ、今は3、4ヶ月、もしくはもう半年ぐらいでもいいから1回ぐらい来て、で、まあ、検査するんですよね。その写真を撮るんですよ。目のね。まあ、検査とか受けたことある人は分かるかもしれないですけど、目薬さして、瞳孔を開いてっていう状態で写真撮って、血管がどうなってるかを見てもらうっていうのを、まあまあやってるっていう感じ。で、そこに行って、あとは私、心療内科にも通ってるから、まあ、心療内科の先生に、最近どうって話をして、で、まあ、そこはそこで薬を処方してもらってって感じかな。っていうのを明日。で、せっかくだから、まあ、家のから、ちょっと電車に乗って何駅かのところなんですけど、まあ、帰りはちょっと歩きながら、家まで歩いていくと結構大変なんで、まあ、どっかまで歩いてこようかなぐらいのことは考えてます。と、あとはあれですよね、明日、声優アワードなんですよね。声優アワードって1年1回、まあ、声優さんを、いろんな、表彰をするっていう、催しがあって、なんか今年はあんまり、事前に発表されてなかったんで、どうするんだろうと思ってたんですけど、まあ、ちゃんと開催があって、明日、中継があるのか、文化放送のインターネットのラジオで中継もあるので、これは見たいなとは思ってます。まあ、うん。まあ、ちょっといろいろその賞が一体どういう感じなのかっていうのは、まあ、いろいろあるんだけど、まあ、でも、特にね、やっぱり新人賞とか、やっぱ気になるんですよね、若い声優さんが。で、応援してる方とかがね、やっぱり受賞してくれたら嬉しいしって思いがあるし、あとは割とベテランの方々が受賞される厚労賞とかね、あるんですよ。あと、富山慶賞と高橋克恵賞という、まあ、男女の声優さんで、これは一つ、かなりのキャリアを、積まれた方ですよっていうことを表彰する賞もあったりして、まあそういうベテランの方々のね、話ってなかなかね、ラジオとかでは聞けない、ですから、そう貴重なので、ちょっと楽しみにはしてます。で、日曜日は特段用事はないんだけど、まあネットの生放送でいくつか見たいものがあるので、それを見ようかなっていう感じかな。というところです。今週、なんかね、3月はね、結構上旬はあんまりなんかイベントとかには行かないんだけど、来週からは結構いろんなあって、来週、そうそう、松岡義嗣さんのラジオの、イベントに行くとかね、あと、田中みな実さんのラジオのイベントに行くっていうのは来週。で、月末はアニメジャパンですよね、23、24の2日間は。アニメジャパンは私は両方とも、チケットを取りましたので、これは行こうと思っています。そんな感じかな。うん、まあ、遊んでるゲームとかまたちょっと出てきたらちょこちょことお話ししようかなと思いますので、一応こんなところ。今週は終わります。